ドリル、すな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 、決めてけ、覚えめ、わけやめろ、ドリルせんのかーい。パンケーキ作るよ。それではまず型を作っていきます。牛乳パックをですね、まず広げますね。はい、牛乳パック広がりました。そしたらですね、長方形を4つ作ります。縦に4センチ、長さ17センチ、これ落とします。4センチね、横4センチ、縦17センチの紙が4本できました。のりしろ部分を1センチ取って、ホッチキス2箇所止めます。2箇所止めました。そして反対側も2箇所止めて、10センチの円になるようにします。10センチの円になりました。そしてですね、続いてクッキングシート、30センチのクッキングシートをですね、4センチ取ります。牛乳パックの中に入れるんですね。じゃないと牛乳パックに生地くっついちゃうんですよ。型の完成です。続いては生地を作ります。ボウルに牛乳、そして卵、ヨーグルト、そしたら泡立て器で混ぜます。最後にホットケーキミックスを入れます。ザザザザザザ。ここで大事なのは、泡立て器で下から生地を上に上げてすくい落とすように混ぜます。混ぜすぎちゃうと粘りが出て膨らまなくなっちゃうんで、すくい落とすように混ぜてください。さっくりと混ぜます。サクッ、どこがサクかっていうと、このサクッと揚げる感じです。サクッ、1分ぐらいですね、混ぜたの1分ぐらいです。はい、そしたら焼きますよ。まずフライパンを強火で1分熱します。はい、1分経ちました。そしたら隣に濡らした濡れ布巾を置いておいて、ここにフライパンごと10、落ち着きました、10、音がなくなるまで乗せてください。そしたら型を置いて、生地を半分ずつ流し入れます。落とすだけです。半分落とすだけです。きれいに半分入りました。そしたら火にかけます。弱火にします。火が通りにくいので蓋をして弱火で9分加熱します。あ、いい色ついてます。かなり膨らんでますよね。かなり膨らんでます。9分いい、ぴったりです。そしたらですね、これひっくり返すんですけど、ひっくり返すときは垂直に落とします。とあ、きれい。そしたらまた蓋をしてもう9分焼きます。弱火で9分経ちました。オープン。ふっくらしてます。反対側どうでしょう。いい焼き色です。焦げてはいないですよ。やっぱり分厚いので、このまま蓋をして火を止めてですよ、5分間蒸らします。5分経ちました。開けてみます。せーの、オープン。この型を外します。クッキングシートを敷いておいたので、焼きたてでも綺麗に揚がれます。すごい分厚いでしょ。バターを乗せたら、あの有名なカフェ風スフレパンケーキの完成。めっちゃ美味しそうです。では早速食べたいと思います。すごい大きさでしょ。ほら、私の顔でかいんですけど、かなり高さありますよ。どう？しっかりしっかりとした層になってます。うん、いい香り。しっとり、中はしっとりふわふわで、食べつもとホットケーキ違うな。スポンジケーキのような高級感のあるホットケーキになってます。ヨーグルトちょっと入れると全然違います。ホットケーキって幸せになるな。おいしいな。YouTube のチャンネル登録もお願いします。